はい、これから津波で流された請戸地区の方に向かっています。ここは清橋地区というところで、川ももうすすきの花に乗ってます。見てください、田んぼ全部もう青田川だしそうで真っ黄色になってます。これ全部水田です。この道路のちょっと右手見ていただくと、うち倒壊してるの分かるかと思います。震災当時はこんなでなかったんです。その後のやっぱ余震と含めてかなりひどくなってます。で、ずっと向こう海岸線まで何もなく見えますが、こちらに柳波がずっとぎっしりあって、海は見えない状況だったんです。こちらが田梨を作っていって、山際のまだ残ってますけど、あそこも実際はもう津波にはかぶってます。トラックが庭の中に転がってたりなんかもして、でここから歩って、そちらにある大平山という、帰りにまた通りますけども、そこまで徒歩で皆さん避難をされて全員無事でした。これから橋渡りまして、今度は請戸地区に入ります。で、橋の右手に昨日お話しました鮭の柳場があったところです。ここも地盤的には2メーター以上下がっているというようなお話もありますが、漁港整備やってようやくこれからというところだったんですけれども、また無残にも壊されてしまったという状況があります。正面に見える煙突ありますが、あれが東電の第一原子力発電所の鉄塔です。震災後ですね、ここで180名以上の方亡くなられています。やっぱり行ってきたよって言える、それがまたきっかけの一つになってなるなと思ってます。ただこうサロンとかお茶飲みに参加して座ってるだけじゃなくて、行ってきて、とりあえず初回は行ってきたよっていうのがで一言言えるっていうのが嬉しいなと思います。